ギガスクール構想に基づく小中学校での一人一台端末の活用がスタートしました。クラウドと一人一台端末を活用した授業で子どもたちの学びはどのように変わるのでしょうか。先駆けて取り組んだクラスの実践をご紹介します。朝7時過ぎ、6年1組担任の久川圭樹先生です。朝の日課は Google クラスルームに連絡を入れたり、一日の授業の流れを見直して子どもたちに送信する作業です。授業の流れとかここら辺を子どもらにもう一応昨日から送ってあるんですけど、なんかちょっと昨日の授業やってみてなんか気持ちが変わったりすることもあるので、なんかどうしようかなと思ってやってます、はい、8時を過ぎて授業の準備が済むと子どもたちの登校に合わせて教室へ向かいます。おはようございます。おはようございます。このクラスでは毎日クロームブックを持ち帰っています。取り出すと子どもたちが朝一番に開くのは Google クラスルームの画面。先生からの連絡や一日の授業に必要なワークシートなどをチェックします。それが済むとそれぞれ自由に使い始めます。この子がやっているのは毎日先生からクラスルームに送られてくる漢字の小テスト。二人は Google ドキュメントで共有している係活動の原稿を見ています。何しいか、おえ、簡単ね。この子はチャットをやっていたようです。Google カレンダーを使って自主学習の計画を立てている子もいます。子どもたちは多彩なツールを使いこなして朝の時間を過ごします。僕たちは1年間、褒め言葉のシャワーをやってきて、この日は自分たちが体験した褒め言葉のシャワーという活動の良さを Google スライドでまとめてプレゼンテーションをします。みんなにどういう変化をもたらしたのかとか、誰に伝える、まずは伝える相手を決めます。他の学年とかにそういう良さとかを伝えたいなと思いました。正しく伝えるためにはプレゼンの相手をはっきりさせることが大切です。伝える相手は多数決で1年生になりました。クラス全体で1年生に向けて最後は伝えますが、まずは1年の総まとめとして最後の褒め言葉を伝え合います。この活動によって自分にどんな変化がもたらされたのか考えてもらうのが狙いです。普段から分かんないなと思ったらすぐに人に聞いているところがいいと思いました。自分も分かんない。終わった班から話し合いを始め、プレゼン用のスライドを作ります。メリットってデメリットないだろ。俺もちょっとなんか思いついた。俺なんか誰がやりますか。いいところやります。いいところといいところ。ここで先生はプレゼン相手のことを考えるように伝えます。1年生だからね、まだ、3分以内の説明しないと飽きちゃうよね。得意なんか読めない読めない。
相手が1年生であることを繰り返し意識させます。スライドの作成時間は10分。こんな短時間で班の意見をどうやってまとめるのでしょう。いいところはジャム見たらみんなの分かるよね。そこで役立つのが Google ジャムボード。これまで子どもたちは褒め言葉について自分の考えをここに整理してきました。この子は褒め言葉で自分に自信がつくと褒め言葉の成果を書いています。この子は自分のいいところが増える、するとどういうことが起こるか褒め言葉の効果を予想しています。久川学級ではジャムボードを同じ班のメンバーと共有しているため、同じ班の仲間のジャムボードをいつでも見ることができます。仲間の考えを素早く知ることができるため、班の考えを短時間でまとめて共同作業ができるのです。1年生が興味を持ちそうなスライドが完成しました。45分の時間内で意見をまとめて対象を意識したプレゼンテーションまでやりきりました。国語の授業、この日は物語の山場がどこなのかを見つけることがテーマです。B と S は個人か班か全体か。みんなが話し合っているのは授業をどのように進めるか。話し合いのベースになっているのがこのシートです。授業前に先生が準備して Google クラスルームで子どもたちに送信しています。ゴールは授業で到達する目標、空欄は子どもたちが埋めます。授業の流れは情報の収集、整理・分析、まとめ・表現というゴールに向かうための過程、そして振り返りです。それぞれどのような活動をするかは子どもたちが決めます。では次に流れを決めていきます。近くの人たちで情報の収集、整理・分析、まとめ・表現はどのような流れがいいかを話し合ってください。話し合いをすると、情報の収集はどのような活動をするか次々と意見が出ました。まず班で、どこが山場なのか決めてから、さっき言った、その班の代表者が、発表するっていうのが、昨日は自分たちの班で山場を決めたからいいと思うんですけど、どうですか。山場はどこか決まったんだけど、理由とかがまだ考えてないから、情報の収集で、先に、班で、山場と、その理由まで決めてから当時にした方がいいんじゃないかなと言ったんですけど。では、情報の収集は、班で理由根拠をまで決めてから、班ごとに発表するでいいですか。はい。次に整理分析に対して何か意見がありますか。決めるっていうところに整理分析してるじゃん決める段階で違う。先生は話し合いの最中、ちょっとした方向修正やヒントを伝えます。それを受けて意見が出ました。まず情報の収集で班で理由とか根拠を決めて、でそこで一回切って、整理分析で発表し合って、まとめ表現で統一に向かっていけばいいと。話し合いの結果できた授業の流れ、空欄になっていたゴール、情報の収集は班でどこが山場か、その理由と根拠までまとめること、整理・分析では班ごとに一人が発表、まとめでクラスの意見を統一していくと決まりました。子どもたちの決定は久川先生の提案とは異なりましたが、先生は子どもたちの決定を尊重して見守ります。ここまででおよそ15分。
今理由と根拠って言ったけど、おそらく根拠の部分は本文をみんなはどう解釈してこういう意味があるんじゃないかっていうふうなところが2段目に来て、この山場を決定づけるんだろうなっていうことを思います。まずは情報の収集。子どもたちが決めた通り班に分かれて話し合いが始まります。使っているのは自分の考えを整理した Google ジャムボード。どの部分からどう感じて山場と結論付けたのかが思考ツールで整理されています。何がはっきりと分かった？この気持ちが変わるところがはっきりと分かったのは、どこ、そこを書かなかんじゃない。先生や仲間の意見を聞いて考えが変わった時にはその場ですぐに修正しながら班の結論を一つにしていきます。詳しくしなきゃいけない。ピラミッドをしっかり。次は整理分析です。班で一つにまとめた意見を代表者が他の班に発表して意見交換をします。このような行動をできたっていうことなのかなというように解釈したので、そしてクラス全体で一つの意見に統一していくのです。3番目が得点を得たと思います。なぜ子どもたちはこんなにも自分たちで判断して自主的に行動することができるのでしょうか。最初はやっぱりどういう順番で勉強が進んでいくのかっていう、その、学習過程、学習の流れをちゃんと教えてあげて、でその中でどんな活動をしたらいいかっていうことを教えてあげる。そうすると、流れとそのやり方が子どもたちだんだん馴染んでいくので、この次はこれをすればいいみたいなことを判断、少しずつですけど判断できるようになっていきます。私としてはやっぱり自分、お家の人がいなくても学校の先生がいなくても自分で勉強を進められる、勉強内容も、教科に限ったことじゃなくて自分の興味のあるものをどんどん学んでいってくれる子になってほしいなっていう願いがありますので、まずはちゃんと教える、そしてだんだん教師がフェードアウトしていって見守っていくっていうようなスタイルになっていったのかなっていうふうに思います。これからの教師の役割について信州大学の佐藤和則さんは、今日の伊坂川先生のその授業観とか、はい、授業デザインの考え方で行った時には、学習指導書にも書いてありますけども、子どもたちが自立して学習をしていくとか主体的に学習していくっていう考え方ですよね。でそういうふうに考えていくと、ツールが入った時にさらにそれを促進してくれる道具になっていくわけですよね。ちょっとつまずいたなって思った時に伊坂川先生はちょっと入って、で少し指示をしたり説明をするっていう場面があったので、こうそういう授業間で授業を進めていくのであれば、先生っていうのはもちろんこの知識を教えるっていう場面もあるかもしれませんけども、ファシリテーションが非常に多くなる、もうそういう場面が非常に多くなって、子どもたちが活動して目標に向かって活動していくっていう場面が、増えていくのかなというふうに思います。算数でも同じ流れで授業が行われました。速さの問題と割合など過去の問題と比較して関係性を探るという授業です。情報の収集ではこの日の問題を解きます。整理分析では Google ジャムボードを使って自由に関係を探します。このジャムボードはクラウドに保存されクラスみんなで共有されます。つまずいた時でも友達がどのように考えているのか他の人のジャムボードを参考にして学習を進めることができます。やっぱり一人一台持つことによって、やっぱりうまくできた子の財産が、苦手な子の財産に簡単になりうる世界だなということを思ったので、学習を苦手としている児童にとってはやっぱり友達の思考が見えるので、真似ができる、だからこそちょっと自分でも考えてみようかなとか、
言葉を発してみようかなっていうきっかけになっているなということは思いました。最後に東京学芸大学の高橋淳さんに一人一台端末を利用した学習環境をどのように捉えるべきか伺いました。一人一台のコンピューターを使う、特にですねクラウドのコンピューターを使うとですね、まあ、それぞれ個人で非同期に活動できるっていうことが、まあ、特徴になるかなと思います。だつまり それぞれが自分の意見を書けるわけですよね。授業、普通の授業でクロームブックがなければですね、手を挙げて先生先生ってやらなきゃいけないところをですね、全員が等しくこう発言して、まあ、それを先生が見ることができるということで、まあ、個人の活動がまあだいぶ深まりますし、まあ、それについて同時にその場にいなくてもですね、まあ、できるわけです。クロームブックとか、クラウドをフル活用して思考判断表現力とか、まあ、高次な質能力の育成を目指していこうと思えば、まあ、久川先生が歩んできたような、特に学習過程とか見方考え方とか新指導要領でよく示されている、まあ、考え方をしっかり取り入れていく必要があって、子どもにとってよりよく学ぶっていうことが最終ゴールだというふうに考えると、いい授業をするということの先の子どもがよりよく学ぶためにクラウドとかクロームブックがどういうふうに役立つのかっていうふうに考えて見てみると、久川先生の授業もかなり整理された状態で理解できるかなというふうに思います。まあ、その子たちの人生をより豊かにするために、まあ、欠かせない学習を、まあ、久川級では基礎としてやってるんだなというふうに思います。